はい、こんにちは。ではね、前回ローレルを作ったんですけど、まあちょっと裏塗装が微妙だったのでね、なんとしてもこう裏塗装を成功させたいと思ってですね、また買ってきました。というのもですね、なんか僕見たことがなかったんですけど、トップラインのボディがあるんですね。あの RX7 です。 FC3S の、いや7を作ってみたいなと思ったので買ってきました。で、今回は赤裏塗装でメタリックレッドを買ってきたので赤にしていこうかなと思います。じゃあまず洗っていきますか。はい、で開けるとこれとこんな感じですね。よし、じゃあ早速洗っていきましょう。はい、では乾いたのでマスキングしていきましょう。はい、ではマスキングが終わりました。じゃあね、次回から塗装していきましょう。はい、ではまた。